え皆さん、こんにちは、こんばんは、ということで、えー、今日はね、えー、海外のやらせニュースですね。えー、海外で起こっている、えー、フリーメイソンリーによるやらせニュース、えー、これを見ていきたいと思いますね。えー、領事館で記者殺害か、異例捜査、サウジ皇太子が指示、 報道とありますね。これは FNN プライムというところのね、記事ですけども。えー、2018年10月11日の配信ですね、えー。木曜午後6時3分の配信です。ね、でもう、数字がね、<laughs> 2018年で11、ね、10で1、ね、11、 11日、11日ですね。ね、サブロック、666ですよね。えー、こ号ね。ま、あ、こういう感じでね、まず数字がね、えー、やらせ臭いわけですね。こういう配信、配信時間ですね。えー、ちょうどね、この日にツイートしておきました。えー、今日はインチキソユーズが失敗したり、 えー、世界同時株安になったりしたが、えー、2018年は、えー、合計で11ですね。えー、10月11日は111になりますね、えー。そしてフリーメイソンリーイングランドロッジ設立日。ね。6月24日ですけども。えー、これから111日、110日目かあー。で、11ですからね。えー、こういう風うに、えー 一が揃、揃ってましたね。並んでました。えー、一のゾロ名になってましたね。そして、えー、今月はオクトーバー10、十、十月ですけども、えー、オクトーバーっていうのもね、えー、数日で調べればね、えー、三十三になります。確か唯一、唯一この日だけじゃなかったですかね。オクトーバーね。オクトーバーっていうのは、 33になりますね。えー、これはピタゴラスですね。えー、この6月24日からね、えー、数えていろんな出来事が起こりますね。この日は、その日を含めて110、110日目でしたね。11、11、11、11。そして、 ね、この1一も、112日目っていうのも絡んでたわけです。それでね、多分世界同時株安とか、えー、いろいろいう図が落ちたりとか、まあ今のこの事件があったりとか、ね、えー、他にもいろいろ事件が世界中で起こっていたと思いますけどもね、えー、こういう数字が絡みますね、何かあるときにはね。 新世界秩序。ね。えー、世界統一政府とかね。えー、ニューワールドオーダーですよね。これに向かってますからね。えー、日本だろうが、海外だろうがね。えー、もう一緒です。もう統一されてます。ね。やらせのやり方なんかもね。え、マーキングなんかもね。ほんと統一されてます。数字なんか特にね。えー、とりあえずね、この FNN プライムのね。 記事を読んでいきたいと思います、えー。サウジアラビア政府を批判した記者がトルコの領事館で殺害された可能性が浮上していると。えー、サウジアラビアの皇太子が拘束を指示したとの情報まで出てきたと。えー、自衛隊の栄誉令を受けるこの人物はサウジアラビアのムハマンド皇太子。ね、お金持ちの人でしょ。 ねえー、2016年、副皇太子として来日した際の映像。今ね、上で見てもらった、この、こっちですよね。この、ね、ひげ生やした、あ、どっちもひげ生やしてるか。若い方ですね。こっちの方です、ね。 えー、世界有数の大富豪、サウジアラビアのサルマン国王の後継ぎと見られる、ムハマンド、ムハンマドか、ごめんなさい。ムハンマド皇太子か。ムハマンドじゃなくて、ムハンマド皇太子ですね。えー、ところが今、アメリカメディアの報道により、サウジアラビア人記者が行方不明になった事件をめぐり、その名前が浮上していると。 ね。謎の事件の裏に一体何が、えー、防犯カメラには不審な集団の姿がはっきりと捉えられていた。建物の中に入っていく一人の男性。10月2日、トルコのイスタンブールにあるサウジアラビア総領事館を訪れたサウジアラビア人ジャーナリストの ジャマルカショギ氏59を捉えた映像と。ジャマルカショ、カショギ、ね。ジャマルカショギっていう人がね、えー、殺されたんではないかっていう話なんですよね。アメリカを拠点にし、サウジアラビア政府を批判する記事を数多く書いていたカショギ氏。 トルコ人女性との結婚手続きのため、総領事館を訪れ、その後、行方がわからなくなっている。あ、行方がわからなくなっているというね、ことになってますね。トルコ当局が、カショギ氏が総領事館内で殺害されたとの見方を強める一方、サウジアラビア政府は、総領事館の中をメディアに公開し、殺害への関与を 指定していると、うん。サウジアラビア総領事は、ジャマルカショギ氏は、総領事館内にはいませんし、本国にもいないと保証します。と話した。うん、サウジアラビアが関与したとの見方から、 トルコでは事件解明を求める市民が連日集会を開くなど波紋、波紋は拡大。ね、トルコメディアはカショギ氏が訪れた前後に総領事館を出入りした15人の謎の集団が関与した疑いがあると伝え、数々の防犯カメラ映像も公開した。 えー、そこには15人が10月2日プライベートジェットを使ってサウジから入国した際の様子。さらに彼らが総領事館を訪れた時の様子。そして、えー、その日中に 領事館の車で空港に向かい出国する様子などが鮮明に捉えられていた。海外メディアも大きな関心をせる中、カショギ氏が記事を寄せていたアメリカの有力紙ワシントンポストは10日驚きの記事を掲載なんと、ムハンマド皇太子がカショギ氏の拘束を支持していたことが分かったと報じた。 ここからが大事です。ね。大事ですよ、ここ。ね。その、ムハンマド交代し。ね。現在のな、年齢。現在ね、33歳なんですね。ね。いつもやってます。ね。33歳。ね。この3三が出たら、やらせなんですよね。 えー、私からしたらね、この2行だけでもうやらせ確定ですね。100%やらせ確定です、これでね。えー、あとはね、いろいろ書いてますけどもね、もうやらせストーリーなので読みません。ね。えー、大体の話はこれで分かったでしょうかね。えー、全部やらせですからね、あれね。えー、この記事のね、下を。 見ていくと、ね。えー、ここにも33がいますよ、ほら。33歳。吉沢瞳。ね。えー、これもやりました。ね。あとこれなんか、えー、最近の事件ですかこの消防団員のね。えー、マッチポンプ事件。ね。これもね、えー、この人、松本健太郎とかいう人。ね、この人ね。 えー、36歳でね、えー、数比がね、66になります、今年とね、えー。松本健太郎はね、66カルディアンですね。もうこの事件もやらせですよね。えー、これはね、えー、FOX ニュースですね。FOX もね、えー、これ、えー、数比で言えば、えー、666になりますか。F、F が6。 O が6、X が6になりますからね。これ666のね、トリプル6の、えー、獣の印のニュースっていうことなんですけどもね。えー、その送料時間に入る、えー、映像ですね。監視カメラ映像。ジャマールカショギーでしたかね。この人が、えー、この黒のスーツ、ジャケットを着てますけども、入っていくという映像ですね。 えちょうどこの3三3三秒のところです。ねえー、ちょうどね、今33秒のところで止めてますけどもね。えー、26秒あたりから、えー、この、えー、時間の表示が出てきます、ね。何秒までやってますかね。あ結構やってますね。 40秒ぐらいまでやってますね。44。44秒までかな。45は変わりますから。ね。えー、この、ね、時間の表示、えー、合計するといくつになってるでしょうね。えー、FOX がね、えー、ここで静止して、えー、この、ね、えー、 画像アップしていくんですけどもね、えー。これね、コンパスみたいですよね。なんかね、体がね、足の開き方が、えー。フリーメイソンリーのロゴみたいですよね。シンボルみたいです。えー、この2018年っていうのは11。えー、1と2で3、えー。ここまでで14ですね。14プラスの1で15。 15プラスの3で18。18プラスの1で19。19プラスの4で23。23プラスの3は26。26プラスの7は。ここでまた33が出てくるわけですね。ベンツのね、マークも。オカルトですよね。ねこれ、あの、 この前もやりましたけども、ひだ純也のね、えー、監視カメラ映像と同じですよね。これはひだ純也のね、えぇ、ー、はびきの死か何かで撮られた監視カメラ映像。ひだじゅんとされてますけどもね、えー、このね、え1、ー、時間を合、OK、計すればね、えー 2018で11。8月で19。20の23ですね。ここまでで。23、23で26。26、24足して30。そして3秒。3秒ですよ。32、3足して33になりますね。こういうところもね、33をマーキングしてるわけですね。同じです。 えー、こちらね、ITV ニュースですけども、こちらね、36秒マーキングしてますね。ちょっと1秒手前ですよね。えー、合計すると32になりますね。えー、こちらはね、CNN ですけどもね、これ333の意味ですけども。えー、こちらも36秒ですね。 えー、格乱工作をやってるんでしょうかね。FOX は37秒。CNN と ITB はね。えー、36秒ですね。え、ナンバーがね、ここ、えー、モザイクかかってますけどもね、気になりますね。ナンバーね、えー、ぼやけちゃったりとかしてますけども、他の、えー、映像でもね。 あと、えー、でね、えー、多分出てきたらオカルト数が絡んでると思いますね。えー、ANN ですね。えー、朝日なんていうのはね、テレビ朝日系列なんていうのはもうひどいもんです。ここ、ね。えー、テロップで隠しちゃってます。もうこの時間をね。えー、大事な時間をね、こうやって隠されちゃってますよ。ね。 トルコ当局はカショギ氏は領事館内で殺害されたとみていますが、ね、14日、トルコメディアはサウジアラビア側がカショギ氏殺害のためこちらは CNN の動画か CNN ですねえー、動画の長さ2分44秒ですよねまあ 2×44 でね 88にもなりますし、まあ、44のマーキングですよね。44のマーキングもやっています。まあ、こうやってね、記事が上がってますけども、えー、お互いにね、対立し合うような、えー、経済制裁とか政治的圧力とか書いてますけど報復措置とか書いてますけどもね、 えー、矢尾プロレスですよね。えー、上の方はね、全部繋がってますから。えー、ね。こういうね、やらせ事件を作って、えー、遊んでるわけですね。まあ、利益にも繋がってるでしょうしね。え、ね、こちらにね、missing journalist. って書いてますよね。行方不明のジャーナリスト。ね、この、r n a l i ストっていうのはね、数比で調べるとね。えー、u r n a l i ストは三十三数比になります。カルディアンですね。三十三数比になります。ね、えー、世の中にたくさんジャーナリストいますけどもね、 ほとんど嘘ばっかり流してるんじゃないでしょうか。えー、真実を語るジャーナリストっていうのね、私は一人も見たことがありません。え彼らの仕事はね、いかに真実を伝えないか、ね、本当のことを、えー、見せないようにする。そういう仕事をやってると思いますね。 えこちらは AFP ですね。えー、サウジは米国の緊密な同盟国で、米兵器産業の得意客でもある。だが、米上院議員22人も署名でトランプ大統領に対し、国際的に認められた人権活動からの司法管轄外の殺害や、 拷問などが疑われる場合に適用されるグローバルマグニツキー法。ね。ここに書いてます。グローバルマグニツキーアクトって書いてますよね。に基づいて、サウジに制裁を科すべきかの調査を始めるよう求めたと。 このグローバルマグニツキー法。ね。これを調べましょう。ね。するとね、このグローバルマグニツキー法っていうのはね。これは66になりますね。ここ。66になります。ね。ピタゴラスです。ね。えこのジャ、じゃ、丸、カショギ。 カショジーですか、ね。この人の服。ね。えぇ、ー、ひだじの時も言いましたけどもね。いつも言ってますけどもね。えー、このオレンジですね。オレンジ色のシャツを着ています、ね。このオレンジっていうのもね、いつも言ってますけど、ピタゴラスで33になりますね。33数比になります、ピタゴラス。 えー、日田純也もね、えー、逃走中に、えー、オレンジ色のクーラーボックスを、えー、持っていましたね。こちらは Yahoo に上がったブルームバーグの記事ですね。Yahoo、えー、はね、よくあの33をマーキングします。なのでね、やらせ事件っていうのはね、わ、えー、かりやすいです。ね、これも123ですね。 1>, 1時23分ですけども、これもね、えー、1と2を足せば3になりますから、えー、33の意味がありますね。の配信時間でね、えー、よくマーキングがなされます。そしてこのブルーバーグ。ね、ブルーバーグ。えー、ブルーバーグですね、えー。このブルーバーグっていう。 えー、44になりますね。これピタゴラスですね。ピタゴラスで44になります。えー、オカルト数ですね、えー。制裁がどうのこうのと書いてますけども、ね、こういうのでね、こういう問題を起こすことで、えー、株式がね、えー、動きますね。えー、乱高下したりとかしますね。 米国は極めて協力で力強い措置を講じると発言。ね。その上で、ね、この問題を受けてサウジへの大規模な武器売却計画を取りやめるのは馬鹿げていると述べた。ね。こういうのでわかりますよね。もうやらせだっていうことがね。八王朝プロレスをやってるわけですよ。 えー、米国がこの取引から手を引いたら中国やロシアが契約を奪う構えを見せるとの認識を示したとかね。えー、上の方はね、ちゃんと繋がってるからね、えー。そういうことはありえないんですね。えー、え東西のね、えー、対立があるように見せかけますけどもね。えー、裏でちゃんと皆さん繋がっていますね。 トランプ政権はトルコとサウジが稼所儀士、稼所かな稼所儀士、失踪を共同で操作している間行動を控えているカショギ氏は。シ所儀士はワシントンポスト紙でサウジのムハンマド皇太子に批判的なコラムを出筆していた。ね。これも全部嘘ですよ。ね。 相変わらずね、えー、いつもやってますけども、このね、イルミナティーィハンドサインですね。イルミナーティーハンドサインかな。ね。えー、それと、ムハンマド皇太子ですかこれは。ね、えー。CNN からですけどもね。笑ってませんかこれね。<笑>,笑ってるように見えませんか顔が。ね。 えー、こちらは最近のニュースですね。トルコで2年拘束の米牧師が帰国。トランプ氏に感謝の意図ありますね。えー、この時はね、えー、ハンドさんやってます。いつもやってます。彼はね。イルミナティ。ハンドさんやってます。ね。えー、この、米国人牧師ね、2年間、えー、トルコで拘束されていて、 いたというね。えー、アンドリュー・ブランソン。ね。アンドリュー・ブランソンっていうのもね、ここに、えぇ、ー、ソンがついてますよね。サンかな。ブランツンのサンがついてますけども。この酸っていうものはね、えー、メイソン。メイソンか。メイソンのソンと一緒なんですよね。えー、だいたいこのソンがつけばね、 さんかながつけばね。えー、やらせ事件です。ね。クライシスアクターです。えー、ブランソン氏はトランプ氏の支持基盤であるキリスト教福音派の文法師ということですけどね。えー、偽物のクリスチャンが多いですね。えー、トランプを追え、支持基盤。 ね、応援しているキリスト教福音派のボクスね、ありえませんね。えー、キリスト教をちゃんと勉強しているんであったらね、えー、トランプなんか応援しないと思いますよね。えー、まあカソリックもね、プロテスタントもね、えー、インチキばっかりですね。本当えー、こちらは日テレニュースですけどね、えー、動画の長さ、ね。 一分十三秒です十三がマーキングされてますねサウジアラビア人の著名な反政府ジャーナリストがトルコで行方不明となっている事件でトルコメディアは13日ジャーナリストが身につけていた腕時計型端末を通じて殺害時の音声が録音されていたと伝えましたこの事件はサウジ人の反政府ジャーナリスト ジャマル・カショギ氏がトルコにあるサウジ総領事館を訪れた後、行方不明となっているものです。トルコの地元市サワハは13日、カショギ氏が尋問や拷問を受け殺害されるまでの音声が身につけていた腕時計型端末アップルウォッチを通じて録音されていたと伝えました。トルコ当局はこのデータを入手し、すべての会話を分析したとしています。 一方事件についてトルコ当局と合同捜査を行うためサウジ政府の代表団は12日トルコに到着していますこの週末に両国の協議が行われサウジ総領事館への捜索などを話し合うものとみられますサウジ政府は一貫して事件への関与を否定していますがロイター通信によりますとアメリカの CNN やニューヨークタイムズなどが 今月下旬にサウジで開催される投資フォーラムへの参加を見合わせると表明するなど、事件の影響も出始めています。今の動画を見てね、お気づきになられましたでしょうか。ね、ここ、さっきのトランプと同じ、イルミナーティのハンドサインをやってます。ね、何回かやります。見ててください。 身につけていた腕時計型端末アップルウォッチを通じて録音されていたと伝えました, <laughs> ま,したまでの音声が身につけていた腕時計型端末アップルウォッチを通じて録音されていたと伝えました <laughs> このジャマルカショジーですねカショジーってなんか言ってましたね英語では この人ね、ミドルネームかなここに、アフマドってついてますよね。ジェマール・アフマド、歌唱、ジーか、歌唱、ギーかですね、えー。この人のね、えー、数比をね、調べてみましょう。数比どうなるでしょう。ね。えー、この人の数比はね、えー、ピタゴラスで77、えー カルディアンでね、55になります。ね。どちらもマスターナンバーなんですね。行方不明のサウジ反政府記者自身の殺害音声をアップルウォッチで録音かってね。ありますけども。えー、もちろんね、Apple もね、えーえー、一スポンサーでしょうから。ね。 こういう宣伝も兼ねているわけですね。やらせ事件の中に。そして、このアップルウォッチのね、数比を調べると、えー、これカルディアンで44が出てきますね。えー、こちらはね、えー、iPhone マニアという サイトですけどもね、これ下の方に、えー、行くとですね、えー、まあ、広告が載ってるわけですけど、関連記事ですね、えー。ここにね、高橋刑事って書いてます。高橋刑事。ね。iPhone を、Apple Watch にね、高橋刑事って書いてます。ね、関連記事、高橋刑事。ね。 これも33になりますよね。これはカルディアンです。そしてね、この高橋っていうのもね、えー、ピタゴラスにするとね、えー、33になります、ねえー。さっきね、女性の名前も載ってたんですけどもね、えー、何でしたかね、田中陽子でしたかね。田中陽子。 田中陽子っていうのも名前で載ってましたけどもね、どっか。えー、それもね、えー、33になります。これピタゴラスですね。田中陽子。ね、今ちょっとないですけども。えー、どっかにそういう記事が載ってあると思います。この関連記事でね。ね、こういうふうに33がね、えー、マーキングされてます。ね、これ iPhone マニアか。iPhone マニアっていうところのサイトですね。 えー、グーグルで検索します。邪魔る箇所ぎね。は、え、い、ー、これだけでもね、えー、1790件ありますよね。ニュース、ニュースね。ニュースの方。すべての方はどうでしょう。えー、17600、ね。えー、メディアの騒ぎ方がね、凄まじいですよね。こういうのにね。えー、こういうのをね、見ても、ただこれだけでもね、 えー、インチキだということがわかりますね。えー、どのメディアも取り上げています。これをね。ねこういうのは、えー、やらせの可能性がね、すごく高いわけですね。炎上させてますから。 えー、これを見てくださいということなんですねで。このジャマルカショギ、カショジーですかね。これで検索するとね。えー、いろいろ出てきますよ。ほら、ね。インタビュー、キル CNN、BBC、スピーチ、アルジャジーラ、ミシン、ね、イランとかね、えー。いろいろ検索、あの、関連ワードが出てきますね。 出てきますそして、えー、メディアもね、どのメディアも凄まじいですよ、これ。ね。大手メディアがこぞって、こういう風にね、取り上げてるわけです。ね、世界中のメディアがね、えー、これを取り上げていますね。 日本語でね、検索をかけると、ジャマルカショギでね、えー、17,900件ですね、すべてでね。えー、そして、これ、英語の方でね、ジャマルカショギ、カショジですね、えー、を検索すると、これ、いくつですか、これ。えー、2000万件ですか。2030万件がヒットするわけですね、こういうふうに。 ねえ、すごいです。これニュースはどうでしょうニュース、ニュースは、どれぐらいでしょうおこっちもね、えー、1000万件。う,う33秒。1000万件ヒットするわけですね。もうすべてのね、メディアがこれをやってますね。えー、こういう時はね、えー、やらせと思っていいわけですね。 過去にもね、暗殺者とかね、スパイ者、たくさんやらせ事件ありますけども、まあ、代表的なのはね、ケネディの暗殺ですよね。あれも今度やりたいと思いますけどもね。こういうメディアが過熱気味に報道している暗殺事件とかいうのはね、ほとんどやらせですね。 死んでません、ね。最近ではね、こういう事件がありましたよね。元ロシアスパイユリアさん隊員。神経剤使われ、一時意識不明も回復。ね、これ、4月10日の、えー、BBC ですけどもね。えー、先月4日に 米南部ソールズベリーで起きたいロシアの元スパイ、セルゲイ・スクリパリ氏、ね。ここで66歳が出てきます。66ね。と、娘のユリアさん。ね、今、えー、画像の人ですけど、これね、33歳です。ね、に神経剤が使われた。 殺人未遂事件をめぐり BBC はユリアさんが9日に病院を退院したことを確認したと。ね、も、ま、う、あ、これだけで、えー、やらせっていうことがわかるわけですね。ね、この大げさにやってますけども。ね、何なんでしょうか、ね。えー、こういう感じでね、数字を見ただけで一発でわかります。やらせっていうことがね、ヤオチョウプロレスですね。 えー、東西の八尾町プロレスですね、えー。上は繋がっています。それをね、隠すためにこういう、えー、芝居をやっているわけですね、えー。こっちのセルゲイの方ですね。父親の方ね。えー、着ている服も重要ですね。サイン、シンボル、ねえー。こういう服装もね、えー、チェックを着ていますけどもね。えー、チェックといえばね、えー スコットランドですね。ターター、チェック。ね。えー、フリーメイソンリーはね、一番強いのが今ね、えー、スコティッシュライトですから、えー、そういう関連性があるわけですね。なんか顔が違うように見えますけどもね、さっきの顔とは。えー、先ほどもね、申し上げましたけども、 これ FNN の記事ですけどもね、えー。これはね、36秒ですね。36秒のところを記事に上げてますね。えー、これまだ入るとこが37秒とかね、38秒があるんですけどォ、えー、FOX あたりは37秒、えー。で記事にしてますけどもね。えー、動画上げてますけども。えー、こちらはね、えー 格乱工作ですよね、えー。合計したらね、33にならないじゃないかっていうふうにね、えー、思わせたいわけですけども、えー、ちゃんとね、37秒も、えー、このビデオには映っていますね。サルマン・ビン・アブドゥル・アジーズって言うんですかね。サウジアラビア国王。 ね、この人が今国王ですけどもね。えー、今82歳ですね。サウジアラビア国王ね。サルマン。日本語メディアでは、ね、サルマンと表記されることが多い。ね。サルマとかサルマンか。ね、今この人が国王なんですけどもね。えー、次期、次期国王。 次期国王というのはね、この人ですね。ムハンマド・ビン・サルマーンですね。まあ、この人がね、えー、8月31日にね、33歳になりました。ね。えー、つい最近33歳になりました。と、えー、いうことでね、えー、王位継承権を持っているこの人が33歳になったということでね、 えー、大騒ぎしてるわけですね。えー、去年、去年でしたかね、去年あたりはね、キム・ジョン,ジョン、えー、これが33歳でしたね。えー、それでね、世界中が、えー、いろいろ北朝鮮の話題でね、えー、それで持ち切りだったわけですけども、えー、今年ね、この人が、えー、ムハンマドがね、33歳ということですからね、 えー、今回があ初めての、うん、大きな事件でしたけども、まあこれから今年はね、この人が、えー、もしかしたらまだまだ話題になるかもしれませんよね。えー、33歳ですから、ね。まだまだ何かあると思いますね。今回限りではなくね。えー、ということでね、えー、このサウジ記者の 失踪事件、えー、暗殺疑惑事件ですね、えー。これをお届けしましたけどもね。えー、ま、この後まだニュースもね、えー、更新されていろいろ出てくるかと思いますけどもね。えー、シナリオ、えー、作られた話が出てくると思いますけども。ま、今日はこの辺で、えー、終わりたいと思います。えー、皆さん、えー、ご視聴。 ありがとうございました。それでは。